あ、皆さん忙しいところですいません。井川千尋だよ。井川千尋くんに聞きたいことがあるんだ。実は、戦国五千景のラッピングが3月24日をもって運用から離脱らしいよ。え、本当に運用から離脱ですか。てか、泉高見と戦国くんとブラック戦国くんが気になるけど、まあ石山友香がなんとかなるでしょう。井川千尋くん、私を呼んだのでしょうか。戦国五千景のラッピングが3月24日をもって運用から離脱か。とりあえず、戦国五千景のラッピングを復活させる会を作りますか。石山友香さん、その内容は気になりますよ。てか返事が良いけど、まあとりあえず内容では、戦国高速鉄道が南海電鉄に吸収合併で、そのラッピングを残す会だよ。ちょっと私の話は聞いてたのでしょうか。まあ話は聞いてなかったけど、仲間には入れる？残してくれたらいいけど、私は入りますよ。あとは、なんとか阻止する会はできるな。石山友香、井川千尋、豊里茜の3人は、戦国五千景のラッピングを残す会が誕生した。今後はこの3人はどうなるか、ネタが思いつけば議会へ続く。